はい、皆さんいつもありがとうございます。教科書ナビゲーターの曲がりようです。はい、今日はですね、皆さんご存知でしょうか、マズローの欲求5段階説。はい、もう検索エンジンに入れていただければですね、マズローの欲求5段階説って何っていうね、いろんな人がたくさん、解説もされてますので、その解説詳しいこと知りたかったら、そちらの方を見てほしいんですけど、僕がね、うちは起業家支援をしている会社ですよね。で、やっぱり相談の中で圧倒的に多いのが、今会社に勤めている、で企業独立の準備をしているんだけど、やっぱ時間がないんだと。だから会社を辞めて企業独立の準備をした方がいいんですかねみたいな相談ってもらうんですね。または実際辞めちゃったんだけど、で企業独立の準備をしているんだけど、なかなかうまくいかないみたいなね。で、今日はちょっとそのあたりに答えられたらいいなと思ってね、動画を撮ってるんですが、何もかもね、全て失った時にですよ、一番初めに私たちが欲するものっていうのは、まずやっぱりこの生理的な欲求なんですよね。食べたい、食べないといけないですよね。あと睡眠、やっぱり寝ることですよね。今僕たちは食べることもできて、どんな住まいに住んでるか置いといて、睡眠、寝ることもできてね、まずそれが、担保されている、約束されている。で、この次、安全ですよね。安全安心の欲求。例えば誰かから攻撃されたりすることってないじゃないですか、家に例えばいればね。で、僕たちって日常で、ここですよね、生理的欲求だったり、今現段階では安全の欲求っていうのはほぼ満たされている方が多いんですよね。で、問題は今働いている方ってここのステージで結構です、悩まれてるんですよね。所属体の欲求、生理的な欲求だったり安心安全の欲求っていうのが担保されて、満たされてくると、じゃあ自分がね、社会からつまり組織に所属したいとかね、もしくは愛されたいみたいな欲求というのが生まれてくるんですよね。だけど例えば組織にいると全部自分の思い通りにならないじゃないですか。組織だったり環境だったりね、置かれている状況で不平不満を抱えたりだとか、でそうすると企業独立すると自分がやりたいことをできるんじゃないか、自分に例えばね、自信をつけられるんじゃないか、自分がやりたいことをやりたいんじゃないかって、この今段階において不平不満があるとついこっちを見ちゃうんですよね。だからここで企業独立しようっていうふうになるんですけど、実際に企業独立してみると実はこっちの上よりもこっちに行っちゃうんです。こっちに、企業独立したんだけどって、俺もう食うものもないんだけどみたいな、今月家賃払えるかどうか分かんないんだけどっていう、こっちが担保されなくなってきちゃうんですよね。もうやりたいこととかもう置いといて、やりたいことはあるんだけど、でもいろいろやってるけど、もう飯代もない、家賃も払えない、いや携帯の電話も払えない、まだ貯金があるうちはね、まだこの辺っていうのは担保されてるのかもしれないけど、企業独立するとこの所属組織もないから、上司もいなければ仲間も同僚もいないわけなんで、企業独立するとそもそもここもないわけだよね。だから企業独立するときに友達ととか知り合いと共同で何かやろうっていう人すごく多いんだけど、実際やってみるとさ、人数が多ければ多いほど、ましてやってみて売り上げがないと、もうこの辺厳しくなるわけだよね。で、例えば持っている貯金額によって、資金によってね、置かれている状況環境によってね、この辺りの危機感も変わってくるわけ。お前は実家に住んでるから飯も食えるだろうけど、俺は一人暮らしなんだからさみたいな、わかります？で、多くの人がですね、やっぱりまた就職活動をされるわけですよね。けど今就職活動をしても、なかなかステップアップして、今まで例えば勤めていた会社よりも、やっていたことよりも、もっと例えば自分を認めてもらえたりだとか、自分がやりたいことができる環境にステップアップ
って転職できる方って本当に少ないですよね。だって今社会がちょっと誤解あるかもしれないですけど、いやもう人いらないっていう状況ですよね。機械なのかロボットなのか、まあ、今後は人工知能なのか、どん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 ですね、今まで人間がやってきたものっていうのはもう単純なものだけじゃなくて、高度な知識や経験やスキルがなければって言われてた分野までもそういったものが入ってきてるわけですよね。僕も本当にびっくりしたんですけどね、まあ、僕はちょっとドローン関連のビジネスっていうのも携わってるから、あの2日間で数十人がかりでやってた測量作業がわずか40分で完了しちゃうんだっていうんですよ、ドローンを使うとね。そのデモ画像っていうのを見てたんですけど、まあ、例えば今もうそういう時代なわけですよ。だからまあ、ここのね数字に関しては、まあ、うちの会社の考え方なので反発される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕はねこのレベルに応じてまず今置かれている状況環境、サラリーマンだったり、まあ、正社員だったり、まあ、契約社員でもアルバイトでもフリーターでもいいんですけど、まずは自分の力でまだ稼いだことがないんだっていうんであれば、月に20万かける最低、まあ、1年間12ヶ月だから240万円ぐらいあれば、まあ、この辺の、ね、生理的な欲求、まあ、食べることだったりさ、最低限の例えば住まいだったりっていうのが担保されるんじゃないかなと思うんですよね。でなおかつ、まあ、450万ぐらいあれば、まあ、これサラリーマンの平均年収って言われてますけど、この辺っていうのはやっぱ担保されるわけですよね。で、まあ、ここからこのレベル、今まあここからこのレベルにね、あの実際サラリーマンでいらっしゃる方っていうのが、まあ本当に今先ほども言ったんですけど、ここの部分のところで悩んでてうつ病になっちゃう方もいるし、僕のクライアントでもね本当に会社からもうすごいパワハラを受けて、もう本当に苦しいんだっていうふうにね、いうクライアントもいるんですけど、まあここのレベルまで自分の力でまず来れるように、まあ第一段階ここですよね。そしてここですよね。そこまでは自分の力で稼げるようになってから、本当に企業独立するのかね、まあ、またはその二足のわらじじゃないですけど、そのサラリーマンとかやりながらこれぐらいまでの金額であればね、自分とその社員を雇わなくても外注さんだけでね、全然取り回していけますので、だから僕はちょっとその相談に関しては、いやそうだよねって、企業独立の準備時間もかかるし大変だしさって、中途半端なスタンスで確固でやってもしょうがないから会社辞めてこっちの世界に飛び込んでおいでよってやっぱ言えないんですよね。やっぱりこの辺のマズローの欲求5段階説だとかっていうのを知っているし、やっぱりここで本当にたくさん苦しんで悩んでやっぱり独立したんだけど、またそのね持ってた夢もあったんだけど諦めてしまって、会社勤めもまたもう一回される、でもなかなか転職がうまくいかないっていう人もいるし、実際企業独立したんだけどうまくいかなくてやっぱり離婚してしまったっていう人たちもやっぱり本当たくさん見てきてるんですよね。で今もここら辺の狭間で悩んでる人たちっていうのはもちろんクライアントでもいますから、だからですね、ぜひちょっとまあ、今本当にここでさ、もう本当にパワハラだったりいろんなことがあって苦しくてね、僕そういう状況であれば我慢する必要性ないと思うんですよね。だって何よりも自分の、健康ね、体だけじゃなくてそれは心もそうなんだけど、もうそれすらもう壊れてるんだ、もう壊れちゃいそうなんだっていうんであればね、一回もそれは逃げて、それこそバイトだったりパートだったりでもさ、まあ、今月にねこれぐらいの金額稼ぐってことが簡単だとは僕は言えないんだけど、言わないけど、まあでも何よりも大事なのは自分だからね、そしてやっぱり周りの人たちだってねやっぱりすごく心配すると思うからさ、だからそこはなんかその責任感とかっていうものをちょっと置いといたりとかしてもね、まあ、逃げてほしいなと思うんだけど、でもまあ、今その会社員生活もやっていて、それはそこそこうまくこの所属と愛の欲求というのも満たされていて、でもやっぱり自分はこっちの方と思っている方がいらっしゃるのであればね、ちょっとそっちの方はちょっと今日の話っていうのをもう一回よく考えてほしいなと思ってるんですよね。ここから当然こっちを僕たちは欲求だから求めていきます、行くんだけど、企業独立するってことは一回この部分がここに来るんだっていう、だからもっと言うと、うちではクライアントにその企業独立するのであれば初月から黒字なのかと、つまりもうこの辺っていうのが
最低この辺は担保されてるんだろうなと、この辺は担保されてる上でその企業独立するんだろうなという話をいつもまあ僕はセミナーだったりセッションでするんですけど、そこをなんで強く言うかというと、ここが満たされない限りですね、もう全然こっちっていうのはいけないんですよね。まあ、だからこそ、まあ、ちょっと簡単なんですけどね、だいぶ端折った説明で申し訳なかったんですが、ちょっとまた最近ねそんな質問をいただいたんで、答えてみました。マズローの欲求5段階説っていうのはもう本も出てますし、あのたくさんいろんな方が解説されているんでね、僕の拙い端折った説明ではなくて、あの興味関心があればしっかりねちょっとそっちで学んでほしいなと思ってるんですが、はい、いつもありがとうございます。はい、で最後また宣伝になってしまうんですが、企業家養成合宿ですね、7月の25土曜日、26日日曜日、2日間、はい、8月はちょっとお休み、はい、5月2回、6月1回、で7月はね、昨日終わったんですけど、平日の部とその休日の部ということで2回あってですね、まあ5回目になるんですが、あの最低でも月20万円稼げる力を身につけるっていう、で、まあ、コミュニティがありますからね、まあ、この所属っていうか、あの同じ、まあ、目的を持ったやっぱり企業独立で自分であの力でお金を稼ぎたいんだと思っているメンバー集まってますんで、そんなね環境でぜひ本当にテストトライをしてほしいなと思ってるんですね。まだまだあの若干数名なんですけど、まあ、ちょっと少人数でやってる関係でね、みんなウェルカムたくさんの人来てほしいっていうわけではなくて、限られた人数なんですが、まだ、募集してますんで、ちょっと今日の動画を見てね、あそうだよな、まずちょっと自分で月20万円ぐらいは稼げる力をつけてから企業独立してもいいなって思われた方がいるのであればね、ぜひ参加してほしいなと思っています。あの、まあ、安全を満たすわけではないですが、あの満足保証ということでね、合宿が終わって3ヶ月間、フォローアップ、コミュニティでフォローアップをさせてもらってたり、月に1回リアルな、フォローアップ会っていうのをやってるんですけど、その3ヶ月の間にね、あの全く稼げないっていう風であれば、いただいたお金は返金しますし、もしくは返金ではなくて、もう稼げるまでもうサポートしてほしいんだっていうんであれば、そういうあの選択もできるようになってますので、一回サイトの方ですね、見ていただければななんて思っています。まあ、台風名古屋もですね、今日も朝から雨が降ったり、もう風もすごく強くて、僕さっき傘が折れちゃってマジかよと、僕みたいなやつでもグラってなっちゃうんだから、日本国民のね9割以上の方はねもう今外に出たら大変なことになるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、くれぐれも、事故だとかね、まあ、怪我だとか本当に今病気とかにはねくれぐれも気をつけてほしいなと思っています。それではいつもありがとうございます。またね、ごきげんよう。